今回紹介するのは SH モンスターツプレミアムバンダイ限定バーニングゴジラ2019です。ということでですね、昨年公開された映画ゴジラキングオブモンスターズのクライマックスに登場するですね、燃え盛るバーニングゴジラなんですが、まあ映画のネタバレになってしまうので、あえて僕がこの動画ではこのゴジラがどういうゴジラだったかっていうのはあえて触れませんので、ご了承ください。基本はですね、昨年発売されたモンスターズゴジラ2019の色変えなんですけれど、まあバーニングゴジラということでですね、燃え盛るカラーリングになってますね。今回もですね、原型の方は、坂井雄二さんが担当してるんですけれど、後ろの方のコメントちょっと読ませていただきます。今回の SH モンスターズバーニングゴジラ2019は全身クリア成形品の透明感を生かすよう再色し、劇中のクライマックスで赤熱化した迫力あるゴジラを再現しました。様々な画像データ資料とさらに映画ゴジラキングオブモンスターズを劇場で私が自分の目で見てその印象をもとに再色しました。見る角度や明かりにかざすことで光を透過させる美しいゴジラの姿は、発売済みの SH モンスターズゴジラ2019とは一味違った魅力のあるゴジラになっています。この赤く燃えるかっこいいゴジラをぜひコレクションに加えていただき、あの名場面をあなたの手で再現してください。見る角度で、印象が変わってくるみたいなんで、すごく楽しみにしたいと思います。では中を開けていきます。ということで、こちらがバーニングゴジラ2019ですね。もう真っ赤っかです。84年版のゴジラのポスターみたいなカラーをしてますね。背びれまで真っ赤。背びれもすごいですね。なんかこの力強さ、ゴッホの絵みたいですね。右側にちょっと通常のね、ゴジラを置いてみました。いや、もう全然違いますね。迫力が段違いですね。ちょっと気になったのはね、全く同じゴジラなんだろうけど、隙間がちょっと目立つ気がしますね。可動域も、まあ、通常版のゴジラと同じですので、天に向かって方向するゴジラを再現することもできますね。なんだろうね、もう本当にね、かっこいいとしか言いようがないんですよ。僕、語彙力が本当にないんで。そうですね、下からこう上に向かって微妙にこう色合いが変わってくるんですよ。オレンジが強くなってくるのがね、すごく綺麗に感じれますね。まあ、最後に、あとはですね、国内版の1995年のですね、ゴジラ VS デストロイヤーに登場した、モンスターズの、ゴジラ、バーニングゴジラをちょっと引っ張り出してみたんですけれど、バーニングゴジラって言ったらやっぱりこっちのね、左側の国内版のイメージが強いんですけれど、当時のバーニングゴジラが、当時ね、映画館で全身クリアのバーニングゴジラっていうのが発売されてて、限定でね、あれの色合いはどっちかっていうと、このタイプなんですよ。こういうもう本当に全身ギラギラに燃えてるバーニングゴジラっていうのもね、なんか昔の祖父母を思い出すような形でちょっと嬉しいですね。ということでですね、まあ簡単な紹介だったんですけれど、詳しいレビューはもっと詳しい人に任せるとして、いや僕は買ってよかったですね。見てて飽きないです、やっぱり。うん、ずーっと見てて飽きないですね、このバーニングゴジラのモンスターツは。買ってよかったです。難点はまあちょっと気持ち、通常版より隙間が目立つのが少し難点かな。今年上半期買ったおもちゃの中ではかなり気に入ってる部類に入りますね。